江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、日本の話題なんですけれども、日本製鉄が買収で世界3位になり、渓谷ぐぬぬ。はい、ということでね、これかなりのビッグニュースですよね。アメリカの US スチールという会社をですね、こう買収したんですよね。アメリカの、まあ、古き良き時代はいつかわかりませんけれども、昔からやってる鉄の大きな会社なんですよね。今ではちょっと、まあ残念で27位らしいんですけども、世界のね、鉄鋼のランキングで言うと。で、その US スチールを買収したということでね。で、これで世界3位になったらしいんですよ。はい。じゃあちょっとね、記事の方見ていきたいと思います。くーちゃん、お願いします。日本最大の鉄鋼メーカーであり、世界4位の鉄鋼会社である日本製鉄は、米国の伝統的な鉄鋼会社である US スチールを全額現金取引で買収する最終契約を締結したと18日明らかにした。1901年に設立され、一時世界鉄鋼市場を主導し、米国産業化と鉄鋼産業の象徴とされてきた US スチールが日本鉄鋼企業に合併されたのは鉄鋼産業史のビッグニュースだ。日本製鉄の昨年の粗鋼生産量は4437万トンで世界4位だったが、27位の US スチールを買収すれば3位に浮上する。日本のマスコミは、米国と日本で最も歴史の深い鉄鋼企業の超大型再編が行われたと報じた。今回の日本製鉄の US スチール買収で、グローバル鉄鋼企業の順位も変更された。昨年、粗鋼生産能力基準で1位の多々良北鉄鋼集団、シーコク、2位のアルセロールミッタル、ルクセンブルク、3位のクラ鋼集団、4位の日本製鉄、5位のチアンスースナ鋼グループ、6位の河北鋼鉄グループ、7位のポスコの順だった。US スチールは一時、米国全体の粗鋼生産量の約 65% を担当し、世界最大の鉄鋼会社として君臨した。しかし、日本と欧州の鉄鋼会社との競争で遅れを取り、新国産低価格鉄鋼製品構成で設立122年ぶりに外国企業に売却される羽目になった。市場変化にいち早く対処できない恐竜企業は淘汰されざるを得ない冷酷な原理を示す事例だ。一方、国内鉄鋼業界は最近、グローバル鉄鋼市況の鈍化の影響で業績不振を免れずにいる。世界7位の生産力を持つポスコをはじめ、現代製鉄、東国製鋼など国内主要鉄鋼会社の第3四半期の売上は例外なく前年比 10% 以上減少した。世界最大の鉄鋼市場である新国の建設業、製造業の景気低迷が続いている上、円安を前面に押し出した日本製品の構成も侮れない。業界は、極低温鉄筋、耐震鉄筋、厚板特殊鋼のような高付加価値製品の販売拡大に、さらに拍車をかけなければならないだろう。未来のグローバル鉄鋼業界の勢力図を決める最大変数は炭素中立政策だ。鉄鋼産業は温室効果ガスの多排出産業であるため、低炭素転換の製品に企業の命運がかかっている。鉄鉱石から酸素を分離する還元過程で石炭ガスではなく水素を活用する水素還元製鉄技術開発にも速度を出さなければならない。環境に優しい原料使用、炭素都市リサイクル、水素還元製鉄など炭素削減努力に民間企業の役割も重要だが、政府レベルで積極的な支援が伴わなければならないだろう。はい、というね、話題でした。まあ、渓谷さんね、7位なんでね、もうね、ちょっとね。はい、というね、感じでしたね。じゃあですね、こちらに対して結構の反応いきましょう。1人目。アイゴ、日本は滅んだのに、こんなはずはありません。1-0。滅んでねえし。羨ましいな、ポスコや現代製鉄で、なぜ買収できなかったのか。いらねえよ。これ、この記事やるときに、まあ、ググって、いろいろちょっとググったんですけど、あの、日本の鉄鋼業の輸出相手1位が韓国なんですね。知らなかった。渓谷は造船強国だが、じっくり見てみると、日本製圧板や潜水艦船体に使われる HY 鋼をはじめ、多くの材料を日本製鉄に依存している。
それだけ日本製鉄の鉄鋼技術力は世界最高で、鉄鋼産業も C 国を規制すれば、商船、軍艦をはじめ潜水艦建造まで C 国の追撃を防ぐことができるという話だ。日本が第二次大戦で敗北させたその鉄の塊の根源を NTR しちゃったね、わらわら、ゼロ、取ってねえよ。日本式経営が通用する時代も過ぎたようです。とにかく見守りましょう。ところでお金はどこから出てくるの？ゼロ、一。日本式経営が通用するっていうか、日本式の経営っていうか、 US スチールはそのまま名前も残る、名前も本社も変わらずピッツバーグだったっけな、でやるって言ってましたよ。うん、アメリカがまた日本を助けているね。日本の資本主義的合法的な第二の真珠湾空襲が見ものですね。ゼロ、二。胸が痛む。強制徴用イアスフなど歴史情報し、日本にいいことばかりするからこんなことになるんだよ。ゼロ、二。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。アメリカ、日本がアメリカを助けてるっていう構造なのかな。まあ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 、まあまあ、でも、ね、ね、対等に頑張っていきたいと思いますけどね。はい。ポスコってせ、ポ、ソスコ、ソ、パスコじゃないよ。国内の工場を閉鎖したり、組織再編が進んでるからね。ああ、ニュースになってたね。米国は反対してるらしいけど。あ、本当？米国反対してんの？なんか、労組にすごい気を使って、てるみたいですけど、なんか前回一致みたいなって買収したんだよね。てかこっち見るな。アメ国の古き良き時代は黄金の1920年代でしょ。JFE グヌヌ。ああ、JFE はね、そうだね、グヌヌっていうか、グヌヌってほど JFE はそんなに大きくないんで、日本製鉄よりかはね。渓谷さんが先に手を出せばよかったじゃん。でも渓谷さんには先見の明がないから無理だね。どうせ地商庁持ち込むの賠償金たんまり取れるとか想像してるんだろ。米はこれでグギギって言ってるのと、ジャパンならオケとか言われてるね。質の悪い鉄は欲しがらんよ。どうあがいても無駄じゃよ、無駄。このニュース株探せで見たけど、日本製鉄の株は下がってるのに、アス、スチールの株は白上がりしてるんだよな。へー。まあそういう評価なんじゃない？多分。え、単に工場直せなかったんじゃなかった？国内は鉄鋼をケチるから余計に売り上げ下がるよな。渓谷は鉄筋の節約してるから心配無用でしょ、かっこ笑い。ダンピングで成り上がっただけだろ。ポスコ、売りのバックにはイルボン様がいるって大統領が言ってたにだ。水素、K には無理だろ。原料としても高いし、金属脆弱性の完備もしない。お前らの悪かろう安かろうじゃ競争できないだろ。それより大雨で水浸しになって鉄鋼とか安心して取引できないだろ。そういえばポスコのローはどうなった？もうポスコはあれですね、水害があった後もう修理直して今じゃ普通ですね。でしょうね。日本の特殊鉄鋼がないと車も潜水艦も作れないでしょ。なんか中国かな、取引相手中国かなと思ったんですけど、まさかの韓国が1位でしたよ、取引相手の輸出先。買収前から4位の日本に7位の渓谷なんだから最初から負けてるやん、わら。でね、まあポスコさんとは日本製鉄は圧倒的な差があるんですけど、1、2、3は変わらないんですけど、4、5、6かな、結構ポスコも含めてか、結構ね、乱高下っていうか、こういろいろ、まあ年によってね変わるんですよね。米企業が渓谷に買収されるで屈辱以外に考えられない。渓谷は他国企業を助けた試しがあるんか、おい。潜水艦、鉄鋼の質が良くてもまともに継ぎはぎできなければ沈むんだよ。お前ら津島攻めてきた時は宣戦布告してないだろ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。